熱くない？トラベル、リポート、プレイムービー、ダラダラ TV。 Hi guys, my name is Union Boy。 滑るので簡略化したやつにします。簡略化北海道じゃない方もこれ見てらっしゃる。 YouTube ってね、全世界ですから、はい、北海道のがじゃない方も見てる。はい、間違いなく。はい、じゃあね、北海道じゃない方に伝えたいのはね、はい、いや、道民って道民、はい、そう、北海道民っていうのは、はい、すごいね、心のあったかい人が多い。あ、それはうん、やっぱ気持ちに余裕があるのかな、やっぱ余裕。広大な大地にね、育まれたこの人間っていうのはね、やっぱね、はい、心が広いね、まずね。そうそう怒ることもありません。はい、ね、怒らないですね。怒らないよね。怒らないです。あとね、そのやっぱり東京から今回来られるじゃないですか。やっぱね、おもてなしっていうなんか気持ちがあるわけよ、こっちにも。おもてなし、うん、ああ寒いじゃない。寒いですね。やっぱね、たくさんプレゼント用意しております。ああ、用意しました。あ、ニット帽と手袋。ああ、それから、靴下、ネックウォーマー。お、このね、4点セットで。お、19万8000円。19万8000円。北海道あるあるだよね。北海道あるある、この人ないですよ。で、大体皆さん知らないと思いますけど、北海道は部屋の中何度設定なんだと。大体うちなんかは23度設定。あ、23度。23度で温めてます。うん、AD はAD は何度ぐらいなんですか。 AD は22ですね。ほら、だからね、22、3なわけよ。そうですね、22、3が一番いいですね。でもね、東京とかの人って25度ぐらいとかに設定するでしょ。25度ですか。25度で北海道民が口々にする言葉、熱くない？絶対言います。え、ちょっと熱くない？なんか絶対言います。熱いよ、なんか25度じゃんみたいな。あるでしょ。25は何25にしてんのみたいな。ありますね。若干昔、あの25度設定したら親に怒られたことあるよね。大体大概道民のこと経験あると思うんですけども、何25にしてたあんた。母親に怒られるっていう。怒られる、ありますね。ということで、また後で会いましょう。ムーブNext time! Thumbs up! コメントよろしくお願いします。 Please subscribe! PC の方はこちら、スマホの方は下にあります。チャンネル登録、コメント、Thumbs up! よろしくお願いします。